清食品、日清ラオウ、からそば、ノフライ麺に液体スープがついています。麺は中太の丸断面です。べとつきや曖昧さが一切ない、さらっとした舌触りで、一本一本が自立しているような印象です。表面は固めですが十分にしなやかで、また時間によるダレが少ないのも特徴です。スープは柑橘系の開放的な酸味が個性的で、米酢のような発酵系の酸味とは違います。また唐辛子の辛さも結構強く、さやかな刺激が心地よいです。旨味や魚介系が主で、必要十分かつ自然な喉越しです。濃厚という感じではありません。麺の歯ごたえや酸味の出し方などから、盛岡冷麺に通じるものがあると感じました。